確かにまずノア君が今今日着てるもの、はいはい、ノア君まだ20代ですけど、はい、40、50になって着てても全然おかしくないですもんね、うん、特徴的なのは先ほどはショールカラーだったんですけどこれはハイネックです、うん、はい、フロントにボタンがついていて、まあ、さっと羽織るだけなんですけど、はい、簡単に着れる、うん、T シャツの上に着れると、まあ、ショールカラーが好きなのかハイネックが好きなのかでちょっと、ね、うん、全然違うんですけど、うん、この特徴的な縄編みが、はい、縄編みでありこういうところね、うん、ロープ模様でありいろんなものがミックスされてるんですけど、はい、まあ、これぞ、まあ、ニットの、まあ、定番ですね、うん、はい、フォルツァスタイル編集長の星野です、人気の連載スタイルクリニック略してスタクリ、今日のテーマはローゲージニットです、ニットこの番組でも結構いろいろ特集はしてきてるんですけどローゲージニットは多分はずだと思います。で今年はですねざっくりした本当にこうローゲージニットっていうのが非常に豊作なんですね。でそれをじゃあどういうふうに着こなせばいいのかってなかなか、皆さんまだ知らないこともいっぱいあるのではないでしょうか。ということで、どんな色を選んでどんな形を選んでどういうふうに着こなすとかっこいいのか、今日はその辺に言及していきたいと思います、ということで最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで今日は、はい、ローゲージニット、はい、まあ、そもそもニットまあ、あのローゲージからハイゲージからいろいろあるんですけれど、はいはい、持ってますかローゲージニット。いや着ない。ローゲージすら知らない言葉。まずゲージとは何ぞや。そうなんですよ、まあ、ハイゲージ、ローゲージ、ミドルゲージという言い方があるんですけど、はいはい、まあ、分かりやすく言うと、うん、太い、中くらい、細いのニットの、まあ、編み方の差ですね、これね。まあ、糸の差というかね、うん、はいはい、で今僕が着てるのは、まあ、ミドルから、まあ、この辺ですね僕のはね、うん、だ今年のノリというよりは、まあ、いつもの通常のノリな感じです、はい、なんですがノア君着てるのは、はい、もうざっくりここです。お、はい、で今年なぜかやっぱ豊作というか、あら、へー、でこれねなんか原因がよく分かんないんですけど、うん、ただ間違いないのは皆さん原点に帰ってきてるような感じはします。確かに、はい、原点トラットが一つまたキーワードになってきてますからね、うん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 、そういう意味では、うん、まあ、アメトラ、はい、ウリトラ、はい、だいたいこうざっくりしたニットに、はい、定番ですもんね、はい、原点回帰ですね、うん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 、これが一つ大きいのかなと思います、ね、うん、なるほど。なのでより昔あったベーシックなニット、要するにあの多分おそらくね、うん、僕が解釈しているのは、はい、この3年ぐらいずっとコロナだったじゃないですか、はいはい、でどこにも出れない、うん、移動もできない中で、うん、みんな本当は毎年毎年今年こんなトレンドだよね、うん、あんなトレンドだよねってトレンドに流されていた人いっぱいいると思うんですけど、うんうんうん、コロナになってトレンド着なくても生きていけんじゃんみたいな。確かに、はいはい、だからどっちかっていうと、まあ、トレンドは流行って書くんですけど、うん、流行いらないよねと、うんうん、これよりも普遍的なもの、ベーシック、本質的にいいものってことですね。そうなんです。多分ね本質なんですよね。これがすごく今改めてもう一回注目されてるんじゃないかなと思うんです、ね、うん、ニットとはみたいな。はい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 、逆に考えれば、うん、その今、うん、買い物しといたら長く着れるよと言えますよね、うん、そうなんです、うん、こういうものってつまりは長く着られるんですよね。トレンドだとどうしても、ね、一過性ですぐ、はい、ね、次次次次。確かにまずノア君が今今日着てるもの、はいはい、ノア君まだ20代ですけど、はい、40、50になって着てても全然おかしくないですもんね、うん、そうなんですよね、うん、これはすごくいいニットで、はい、これマック・ジョージっていう、はい、まあ、スコットランドのブランドですね、はい、もうすっごい長いのをあの作ってる 年数が、はいはい、で誰が着てたかというと、うん、有名になったのは、うん、あのスティーブ・マック・イン。おー、そうなんですね。なるほど、はい、デイビッド・ベッカム、おしゃれとして有名ですよね、はいはいはい、ベッカム、はい、それからダニエル・グレーグも着てるんですよ、これ。みんなファッションアイコンの、はい、あ、すごいイケオジばっかりですね、はい、のカシミヤウール入ったショールカラーの、うん、もうこれもザ・ドベーシックですね。僕なんかこういうのを買わなかった理由って、うんうん、何なの？結構汗かきなんで、冬とかも室内入ると、まあ、脱ぐんですけど、うんうん、移動で歩きすぎて汗かいちゃうんですよ、うんうん、お手入れが大変なイメージなんですよね、うんうん、まあ、ニットはね、うんうん、洗えない
そうだね、まあ、基本的にはあの基本はあの手洗いだろうね、まあ、やり方も分かんないっていうのもあったんですけど、うんうん、どういう感じでやるんだろうっていうので、うん、なかなか踏み出せなかった。まあ一回やっちゃえば意外と簡単なんですけどね、うん、そうですね。これでもあのハイゲージの、はい、例えばシルクとか入ってるニットよりも、うん、ローゲージの方が比較的、うん、ちょっと失敗しても全然なんとかなっちゃうよってなりますよね、うんうん、大丈夫大丈夫、まあ、中性洗剤入れて、うん、あのこう 手でこうやってゆっくりこう押してあるって、うん、干すときはハンガーで干しちゃうと伸びちゃったりもするから、はい、こう平置きで干すっていう、ね、はい、平置きでもうなんかこういうさこういうところのやつにここにニットをこう置いて、うん、干していただけるときれいに大丈夫、うん、まあ、そのままその時にこう一応ね形だけはこう整えてあげてという感じで、はい、ニットっていうのはね大体あのまあイギリスとかでも生まれたんだよね、うん、もともとあの漁師漁師たちが来ていたというところから始まっているものが非常に多いという、意外な、なんかちょっと貴族のイメージでしたけど、またちょっと違う海系なんですね。海系で、なぜかというと、うん、やっぱり海で作業する人たちはみんな、うん、イギリスの海なんてスコットランドとかさ、うん、あの辺で寒いわけですよ。そうですね、寒いからその時に体を守る、うん、意味で、うん、T シャツなんてその時着てなかったかもしれないけどニットバーンと着て厚手の、うん、目がみっちり詰まってるやつを着てたんでね、うんうんうん、でちなみに、まあ、イギリスが、まあ、大体ざっくり言うとこの辺でこうやってあるじゃない、うん、で上の方がここはスコットランドと言われてるところですね、うんうん、でこの辺にアランっていう島があったりとか、うん、ガンジーっていう島があったりとか、うんうんうん、でこの辺にジャージー島があったりとか、うん、あ、なんか どの島の名前も聞いたことがあるような。そうなんです、うんうんうん、全部この辺のアラン島、ガンジー島、ジャージー島、全部ニットの起源です。なるほど、そうなんですね。でここで生まれたものだから、この辺でみんな漁師してたんだよね、いろいろね、はいはいはい、であのその人たちが来てその土地土地の島々のまあ、なんか模様みたいなのもあったりとかして、じゃ例えばまあ次とかもね後でいろいろ紹介していきますけど、こういうようなこれさ縄のさ 目だったりさ、ロープだったりとかさ、そういうのが家系家系であるわけですよ。これはちなみによく言うアラン島っていうここにの島の名物だったアランニットって言われてるやつなんだけど、これなんでこういうふうにみんなそれぞれ違ってるかっていうと、漁師がまあ、みんなあのさ手縫いでこうやって当時は作ってたわけですよ、うんうんうん、作ってた時にあなた、うん、ちゃんと帰ってきてねと、うん、さらにうちはこの模様よと、あなたがもし海の中で死んじゃったとしても、うんうん、私はちゃんと見つけることができるからねと、これ着てるからねとい いうところまで、ロマンチックロマンチックなんですよ、はい、そうなんです。ジャージー島っていうのは、うん、じゃあ体育の時間に着てたジャージー、はいはいはい、ジャージーの起源はここなんです。ジャージーあらそんな遠いとこからそうなんです、お世話になっておりますそうなんです。あ、そうなんですね。この編み方が起源となってスポーツジャージーとかが生まれてるんですよね。ということで、じゃあ続いて、はい、同じようなものなんですが、次は同じように見えた、うん、見えてるこれショールカラーです、うん、カーディガン。これはもうおなじみね、はいはい、ウノピュウノグアレトレイ、はい、まあ、こう何度も紹介してるんですけど、うん、これは実はちょっと着てもらえると、はい、先ほどのこの感じとはまた違う、ウノピューなんで現代的になってます、はい、着心地どう。あ、気持ちいいです。やっぱちょっと軽い、軽いね、うん、そう、同じようなローゲージ、まあ、ちょっとこれはミドルゲージぐらいに入るんだけど、うん、これはなぜそう軽く感じるかというと、うん、あと着心地がいいかというと、はい、ウールにコットンがブレンドされてるんですよ。コットン、そうなんです。なので暖かさもある、はい、まあ、ウールが 31% ウール、うんうんうん、だけどコットンが 69% ですね、うんうんうん、ほぼほぼコットン、うんうんうん、というところもあってかなり肌なじみがいいという、うん、すごいです、うん、ウールってなんかどうしてもチクチクするみたいなイメージですよ、うんうんうん、ないでしょ、これ全くないです。あ、じゃあ普段使いにすごいいいですね。すごくいいんです、うん、でちょっと暑すぎるあれだと、うん、俺には、はい、俺には特に、はい、だとこれはすごくなんかちょっと編み目もやっぱり、うん、ミドルっぽいって言ってたんで、そうだね、若干ちょっと、うん、通気性がある感じが、うんうんうん、そして続いてちょっと同じようなカーディガンなんですけど、はい、こちらねバフィーというブランドですね。イタリアのブランドです、はい、また何とも言えないいい色ですね、はい、これグレーですね。お、あ、これはまた柄が入ってますね、うん、そうですね、これケーブルといって、まあ、僕が今日着てるような、はい、こういうね模様がこういうと、うん、ケーブルとあぜがね
こう両方入ってますけど、うん、特徴的なのは先ほどはショールカラーだったんですけど、これはハイネックです、うん、はい、フロントにボタンがついていて、まあ、さっと羽織るだけなんですけど、はい、簡単に着れる、うん、T シャツの上に着れると、まあ、ショールカラーが好きなのかハイネックが好きなのかでちょっと、ね、うん、全然違うんですけど、あ、まあ、ハイネックのちょっとアウター感ありますね。そうですね、はい、うん、そしてちょっと今度はミックス感のある、はい、これ、そしてダブルです。ダブルですね、はい、ちょっとこれも着てみてください。あ、これいいっすね。これセッテフィーリカシミアという、これもイタリアですね、はい、カシミア、はい、同じような先ほど紹介したようなショールカラーなんですけど、これはダブルです、うん、その辺がねちょっとおしゃれ、感触増しますねダブルになると、はい、この襟の立ち上がりとかもね、うん、綺麗ですし、うん、もちろん素材がすごくいいのを使っているので、うん、はい、カシミアが入ってます、うん、ウールにカシミアがブレンドされてるんですけれど、ウール 70%、 そしてカシミアは 30% ですね、うんうんうん、でこれ、まあ、いろんな色があるんですけど、はい、少しちょっとシックに着れるようにとか、ブラックデニムとかに合うようにということで、うん、まあ、東北にあるセレクトショップで菅原靴店というところが別注しているセッテフィーリカシミアのニットです、はい、続いては同じようなローゲージでも、さっき言ってたこれこそアランニットって言われているやつですね、まあ、原点です、ここです、アラン島で作られたようなニットという、うん、この特徴的な縄編みが、はい、縄編みであり、こういうところね、ロープ模様であり、いろんなものがミックスされてるんですけど、はい、まあ、これぞ、まあ、ニットの、まあ、定番ですね、うんうん、はい、ちょっと懐かしい気持ちになりますね。そうなんですね、そうなんですね、これこそここで作られてたやつですね。最初はなんか紺とかで作られてたとかっていう、紺だったっけな、白とかオフホワイトが作られるようになったのはその後かな。で実はこれが世の中的に広まってったのがディオールかなんかが大昔にこれを作って、うん、はい、それがアメリカの雑誌ボーグとかで紹介されるや否や全世界的にバーッと広がっていったっていうふうに言われてます。だそこにはモード誌がねちょっと関係してたりする、うん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 、まあ、あの原点はこういうイギリスにあるんですけど、はい、ちょっと面白いファッションの歴史がこの中には隠されています。なるほど、あのディオールも着目したと、はい、うん、はい、大昔ですけどね、はい、というふうに言われているのがこのニットですね、うんうんうん、これ着るとちょっとね多分イメージがちょっと変わると思いますね。確かに、はい、ちょっと見てみたいです、ね、着てみる、よかったら着てみますよ、うん、これこそウールのしっかりしてるニットですね、うん、これはブランドはペレグリンというイギリスのブランドなんですけど、なんと1796年から続いている。1700、はい、江戸時代ですか、何時代ですかね。僕ちょっと歴史弱いんだよね。ごめんなさい、はいはい、どうですか、着てみて。なんか着る前までちょっといや似合うかなってちょっと思ってたでしょ。新鮮っすね、なんかいや、こんなんかちょっとボトムがちょっとロックなといいますか、はいはいはい、うん、感じにもいけちゃうんですね、これね。全然いけますよ。よく例えばスタイルクリニックとかでも、はい、じゃあこういうねタイトなブラックデニム、はい、今時のねブラックデニムにブーツにいきなりなんかこうピーコートバーンって羽織ったりするじゃないですか、はい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 、あれもピーコートも原点みたいなもんじゃないですか、うん、そうですね、これ合うんですよ全然、うん、だってウォレットチェーンさえなんか意外と合うんだなと思いました、うん、まあ、全然関係ないですよね、うん、続いてじゃあちょっと行ってみましょうか、はい、はい、これもいいよ、まあ、同じようなものだからこれ着なくてもいいんだけど、うん、色もねちょっとあの同じ、まあ、オフホワイトというか、はい、ひなりというか、うん、いい色ですけど、これはカシミアです。ですよね、はい、ベグ&コーというカシミアのブランドで、はい、これはすごい、これはどこで作ってるかというと、さっきこれはねイギリスです、イングランドですけど、うん、こっちはねメイドインスコットランドなんで、ここですね、もうストールでは一番有名です、うんうん、ベグ&コーっていうのは、うんうん、某ベグ&コーフランスのメゾンの、うん、まあ、フランスのメゾンのというと分かっちゃうかもしれないですけど、はいはい、のストールとかよく作ってるところだと思います、名門ですね、じゃあ名門ですね。でこの重量感、カシミアは何がすごいかっていうと、うん、値段に反映するかっていうと重量なんですよ、うん、重量、はい、まあ、そうですよね、なのでちょっとこれ持ってみてください、うん、おー結構使ってるってことですよね。ローゲージって糸も太いし、うん、使ってる量もとんでもない。そういうことですよね。しっかり、なるほど。でも確かにあの素材によって質感って結構本当変わるんですね。ちょっと当ててみてもらっていいですか。見ただけで分かるんですね。もう全然違うんですよね、うん、ちょっとね似て非なるものですね、うん、やっぱりね、まあ、どちらが好きかという、うん、はい、はい、そしてじゃあオーラス、はい、これもまあ
まあ、ミドルゲージからローゲージぐらいなんですけど、まあ僕がやってるトレンタセッタンという、はい、日本のニットメーカーです。これでも気持ちよくない？気持ちいいです、気持ちいいです。これウールです。ウール、ウール 100% で、でもイングリッシュリブ、まあ、リブ編みですね、うんうん、非常にベーシックな、うん、こういうものもあります、うん、はい、これ気持ちいいよ、うん、気持ちいいし、これ気持ちいいです、気持ちいい、本当気持ちいいし、ウールなんだけどめちゃくちゃ気持ちいいです。なんか通気性も、ローゲージに慣れてない人がちょっとこうゲージを上げていくといいますか、はい、ちょうどいいかもしれないですね、これぐらいが。そう、だいたいこれでこのぐらいですね、この辺ですね、ミドルぐらい、ミドルぐらい、まあ今日紹介してるのってだいたいこの辺を紹介してるんで、はい、はい、の、まあ、一番着やすいというか、うん、そうですね、まあ今日紹介した中だと一番ベーシックかもしれない。そうですね、はい、なんか縄編みとかも入ってないし、まあ、あの普通に着こなすハイゲージのニット着てきた人がさらっと着れるような感じ、うんうん、今日はいろいろねご紹介してきたんですが、うん、はい、さあ、まあ待ってました、はい、今日もこの時間です、はい、一体どれを皆さんはお買い求めになるでしょうかという感じなんですが、はい、さあ、じゃあ天の声さんから言ってみましょうか、はい、僕はノアが最初に着てた、はい、こちらですね、おお、マック・ジョージ、マック・ジョージですね、あ、まあ、これ間違いないですけど、ね、視聴者の方に僕の顔とかは見えてないと思うんですけど、はい、こんな顔で体格なのに持ってないんですよ、それそういうやつ一番似合いそうなんです、ね、一番似合いそうなんですよ、そうですね、なるほど、はい、うん、そろそろもうね、年齢的にも本当に似合う年になってると思うんで、うんうんうん、これはいいかもしれないですね、これ欲しいですね、かっこいいと思うんです、うん、これ間違いないですね、はいはい、じゃあノア君行きましょうか。なんかアランニットの話を聞くといいなと思いながらも、うん、あ、このね、アラン島のね、うんうんうん、はいはい、ちょっとやっぱりずっとハイゲージやってきて、うん、僕もやっぱ去年ハイゲージちょっと乱してるんで、うんうん、やっぱミドルっぽいものから徐々に行きたいんで、はい、うん、トレンタ、セッタンタ、まあ、これは普通に似合いそうだもんね、うん、まあ、色味的に、まあ他も全部いろんな色あると思うんですけど、うん、ちょっと入りやすい、そうね、うん、まずそっからね、まあ気持ちはすごくわかる、はい、うん、今までねハイゲージ着てる人はこれは入りやすい、そっから入ってもらって、うん、今日ね本当にバックトゥーザルーツじゃないですけど、うん、はい、これ原点回帰の話いろいろしたので、はい、この辺をね、うん、少しずつ取り入れてみるっていうのが楽しいかもしれませんね、はい、まあニットも、うん、まあね、一口にニットって言ってもいろいろあって、うんうん、はい、いろいろ楽しいということですね、はいはい、ということでいかがだったでしょうか、またですね、いい企画がありましたらぜひですね皆さんこんなことをやってほしいとか、そういうのも踏まえて我々企画をしていきたいと思ってますので、ぜひコメント欄よろしくお願いします。あのキャッチコピーがただカッコつけて服着てるだけって書いてあるんですけど、はい、あのそれはどういう、さっきやっぱ見てね若干ちょっと靴が大きいんですよ、確かに、あちょっとネクタイが長い気がするんですけど、それはあえてってことですか。アカジュアルでもダブル背負ってる、それはネクタイしないで、そうです、うん、そういう時はシャツですか。今日はですね、かなり厳しい、言っときますけど敵ですから、そうですよね、プロデューサー栗原と申します。よろしくお願いします。どうですか？自信のほどは？自信はあります。自信しかないです。自信しかない。はい、それぞれのスタイリングを審査員の前でですね、プレゼンテーションし、高得点を競い合うトーナメント形式のバトルです。ステップ4。朝日さんの得点です。皆様、フリップオープンお願いします。今日一応とりあえず、これ持ってきますか。それ何のためにあるんですか。これはあの即退場。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張でゲロ吐きに行って戻ってきました。大丈夫ですか。声が聞こえたんですよ、トイレから。緊張でゲロ吐いてきました。ティッシュ買ってきました。人生を変えられたんですよ。今日ももう一回人生変えに来た。なるほど。し、はい。一番待った。はい。それでは A グループの5人目得点を皆さんフリップオープンお願いいたします。はい、小島さん62点、田中さん91点、岡部さん100点。
4321。それでは次の挑戦者出てこいや。これは盛り上がる企画だな。でもというわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですねハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて服魂と書いていただいて皆さんですね自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですのでハッシュタグ福魂とか言っていただいてインスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服ミニマルワードローブと連携しましたのでそちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけどそことスタイルクリニックそしてフォルツァスタイルっていうのが連携し始めました。ですのでここで見たものが買えるようになりますのでぜひですねご覧になっていただければと思います。ということで今日はこの辺でまたお会いしましょう。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラの余計魂星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。